どうも、神サプライズを利用して最初の1回目1時間が終わりました。今ね、機材を片付けたところなんですけども、まずはね、機材についてなんですけども、非常にコンパクトで持ち運びしやすく、すごくね、カジュアルにできるんで、これは続くなと思いましたね。まあ今ね、お借りした機械を足元に置いて、また明日、なんかね、1回か2回ぐらいやってみようかと思います。まあ1日どのくらいやればいいのかちょっとわかりませんけども、1回につき1時間ぐらいのタームなんで、たびたびはできないかなと思いますけども、でもせっかくあるんでね、これ作業しながらでもできる部類ですんで、私の場合は、積極的に使っていこうかなと。理想的には朝昼晩ぐらいかなと。まあ少なくとも1回か2回はやっていこうかと思います。はい、それでね、今1回目が終わったところなんですけども、肝心な効果です。ダラダン効果。わかんないです、まだ。でも、実際に手を挙げてみましょうか。以前はここまでしか上がんなくって、こっちじゃないですよ。こっちの方ですけども、こっちまでしか上がんなくって、それ以上上げようと思ったら、もう片っぽの手で、肘をね、支えなければこうやって上がらなかったんです。現在、こっち、痛めてる方ですけども、どうでしょうか。うわーっと。あ、確かに痛い。痛いけども上がりますね。これは、インチキじゃなくって、本当に。いや、以前はね、ここまでしか上がんなくって、で、こうやって上げてたんですよ。今はね、自分の手だけでこうやって上がりますね。あ、はっきりと申し上げますけども、効果は私は感じられます。ただ、そんなにね、ぴょんぴょん飛んだり跳ねたりっていうレベルではないです。ただ、今までできなかったことが、わずかですが、一歩進んだってとこです。でも、このわずかはでかいです。というのが、次にまたやってみようっていうね、モチベーションになるからなんですよ。うん、だからね、こういった、治療器具といいますか、医療器具というか、一部は疑似科学と呼ばれているものかもしれませんけども、まあ、こういった民間療法っていうのはね、そうそう、民間療法ですよ。民間療法っていうのは、1回目にどういうふうに感じるかってところが継続するか、それともまあ別のものを探そうかなっていうふうなのの大きな分かれ目になると思うんですよ。今回の神サプライズは、ノクさんが実際使ってもらってですね、映像に分かる通りに、ノクさんの方は改善がもう目まぐるしく、できました。だから機材買ったんだと思うんですよ。私も1回目でね、もう目覚ましく目まぐるしくではないですけども、お、これはいけるかもなっていうふうに思いましたね。もちろん、これに依存することなく他のね、こう筋を伸ばしたりとか、やつも試してみようかと思います。並行してやろうと思いますし、うん、こっちのね、肩の方は大事にしていこうと思いますけども、でもね、うん、上がるようになりましたね。これは。うん、上がるようになって不思議だ、これは。すごい。全然以前はここまで上げるのすごい勇気がいって、あとはね、こうやって上げてたんですよ。ね、でも今は、こうやって支えたら確かに楽なんですけども、これなくても、上がるようになりましたね。これはね。でもピリピリと痛いですよ。痛いけども、前回は痛いし上がらなかったんですよ。今回は、こういうふうに上げていくと、だんだん痛みが出てくるんだけども、でも可動域はね、広くなりましたね。全然。いけるようになりました。だからカメラの電源も切れます、これで。お、すごいこれ本当にすごいですよ。今までね、自撮りのカメラ、こっちの手でつけたり切ったりしてたんですよ。これからはこっちの手でできそうですね。すごいです。ということで、気持ちよく久しぶりに、数ヶ月ぶりに、こっちの左手で、カメラの電源切ることができます。すごい、これは。すごいですよ。